リンゴは何も言わないけれど、リンゴの気持ちはよくわかる。リンゴかわいいや、かわいいやリンゴ。あの子よい子、抱き立てのよい子。リンゴによく似たかわいい娘。どなたが言ったか嬉しい噂。軽いくしゃみも 飛んで出る。リンゴかわいいや、かわいいやリンゴ。朝の挨拶、夕べの別れ。愛しいリンゴにささやけば、言葉は出さずに小首を曲げて、明日もまたねと夢見顔。リンゴかわいいや、かわいいやリンゴ。歌いましょうか、リンゴの歌を。二人で歌えばなお楽しい。みんなで歌えばなおなお嬉しい。リンゴの気持ちを伝えようか。リンゴかわいいや、かわいいやリンゴ。はい、こんばんはね。ちょっと咳したところで、こんばんは。はい、今夜もね、リンゴの歌を歌いました。2016年6月30日木曜日、最後の日ね、晦日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に話してます。 まだよくなんないね。なんか、なんだろうね、これね。なんか咳が止まんないね、まだね。なんだ、ね、はい、こんばんはね。今夜もリンゴの歌ね。はい、こんばんは。じゃあもう一回行こうか。大丈夫？あ、どうもね。もう一回行こうか。今度ね、ちゃんとどうもね。今、せっもう一回。赤いリンゴに唇寄せて、黙って見ている青い空。リンゴは何も言わないけれど、リンゴの気持ちはよくわかる。リンゴかわいいや、かわいいやリンゴ。あの子よい子だ、気立てのよい子。リンゴによく似たかわいい娘。どなたが言ったか嬉しい噂。軽いくしゃみも飛んで出る。リンゴかわいいや、かわいいやリンゴ。朝の挨拶、夕べの別れ。愛しいリンゴにささやけば、言葉は出さずに小首を曲げて、明日もまたねと夢見顔。リンゴかわいいや、かわいいやリンゴ。歌いましょうか、リンゴの歌を。二人で歌えばなお楽しい。みんなで歌えばなおなお嬉しい。リンゴの気持ちを伝えようか。リンゴかわいいや、かわいいやリンゴ。はい、こんばんは。今夜もね、リンゴの歌を歌いました。
花見さんどうもね。マジックどうもね。あ、あ、咳が止まんないね。よし、さっそく今日も飲もうかな。今日も飲みましょう。まあ、歌はやめとこう、この辺でね。ちょっとね、もういや、咳がいくらで止まんないからな。ああ、まだよくなんないな。薬飲もうかな、この。さっそくもう今夜もね、飲みたいと思います。どうもね、今夜はいつものグラスにいつものグラスの氷を入れて、まあ、まだあるからね、このパックだけ。こちらはね、そうです、つまみもそうだ、つまみ。そうね。今日はかまぼこ、かまぼこ。タイ入りかまぼこ、白。タイ入りかまぼこ、白。こちらね。いいかな？じゃあ、これいこうか。ちょっと切ってこよう。ちょっと切ってね。今日はかまぼこ。ちょっとね。
かまぼこだ、かまぼことね、明太子。今夜はね、かまぼこと明太子です。かまぼこと明太子ね。ね。かまぼこと明太子、あえたやつ。からし明太子。もうロシア産って安く食ってたやつね、あれ。ね。うん。いや。かまぼことからし明太子。甘いもんで、コップだけ。1個分であれ2つタラコってさ2つつながってるんですよ真ん中で2つこうやってその分半分1個分ぐらいそれは俺適当なやつああさっきも作りた今日はかまぼことコップだけでこんな感じで。ああ。こんな感じで。2杯目。今度土日休みなら登山行こう。登山ね。雲取山行ってみようね。それ最近気になって、沼津アルプスってあるんだね、最近ね。沼津の結構、あれなんだっけ、300か400メートル足らずの低山をいくつかまとめて沼津アルプスって呼んで、なんだっけ、ハイキングコースになってみたりもするんだね。ちょっとそれ気になってね、できたら行ってみたいんです、ここね。沼津アルプスってね、今度ね、行ってみたいな、その辺。沼津アルプス。あそこでキャンプとかテント張れんだったって言っていたな。できるのかな？非常によく調べてみてさ。できるんだと言ってみた。沼津アルプス。テント泊とかさ、焚き火できるんだったらね。で、機械からな、300メーター。あれ、ぐらいだと、どうだろうな。いろいろとこの間終わった、島田さんぐらい。アングラの山、ね。じゃあ、それになったとこが沼津アルプスという名称にして、地元ではハイキングコースになってるみたいね。みたいなあれね島田さんもあれさ行くの有名なのが島田さんだけどあれもあのいくつも300メートル台の低山が連なってるもんねあんな感じだろうな行ってみたいなねいっぱいある日本は山の 国だからさ阪神館だったら6個もそうだもんだね阪神館ずっとね300がもんね、路線がもんなね、ずっと。六甲連山ね。ずっとそうだもんなね、阪神間ね、変更してね。うん焚き火とかできるんじゃなくて行きたいな。もう直火はやんないから、まあ、要するにドストーブ使えるかどうか。ちょっと調べて、今度ね、できるようになったら行ってみたい。もちろん燃料は自分で持ってってやるからさ。自分で持ってって。うまいな。今日はね、かまぼこと、からし明太子のあえたやつ。ロシア産安かったんだね。すごいパック山盛りで400円ぐらいかな。うん。ロシア産でも美味しいわね。あれ新鮮市場でいつものあそこで。また買おうな。あそこよく出てんだね。ロシア産の明太子。でも外国も安いな、あれ、なんだっけ。ヒラメの縁側もさ、アメリカ産のはさ、あれ、すごいもん、大パックでさ、1パック300とか、そんなの買うもんね。やっぱ外国、まあやっぱ、
要するに、あんま外国じゃ食わないからかな、やっぱり、レンガとかって。どうだろうね。まあ、外国の方は、白身はでかいからかな。安いもんなあるね。あの、1パックかなり量あって、3、400円だもんな。安いよな。これもそうよ。1パックで。1房はあれ、だいたい2つくっついた状態で卵。これが3つ入って、3つほど入って、300円台かな。まあ、大きさによってね。結構お得だったね。まだ、冷蔵庫2つと半分あるからね。結構あれ1パックかと思うとね、あれね。やっぱ外国も安いよね、みんなね。外国もね、たらこでも何でもね。みんな安いほどね。桜もそうだもんね。あれ、山形産の桜と比べたらアメリカの地域安いもんな。まあ高いけどさ、果物の中だからね。でも国産の桜と比べりゃまあ安い方だな。うん。国産は高いもんね、みんなね。高知出身で。みんなああいうのはさ、有名な、なんだろう、都心のフルーツパーラーとか行くんだろうな、有名な。高野とかさ。ね、国産のやつはみんな、はい、乾杯。デパートとかさ、言ってね、地下の食材とかね、うん、お金も使いつこね、デパートね。うん。今日はかまぼこと明太子の間やつね。で、コップ酒。今日木曜日、みそかだ。で、明日は、早い、ほんとこれで今日、半年は終わったんだね、この今日でね。早いな。あっという間だったな。うん。でもこの半年ずっとやっぱあるから、少なくともキャンプは6回をやってると思うんだ。確か1ヶ月に1回置いていくからね。うん。最近5月以降はやっぱ島になったんで多いから、結構ね、こまめに行って。まあ、毎週アウトドア、日帰りで焚き火毎週やって。そんな感じで。まあ、最近、焚き火やるようになっちゃったから、どうしても木炭を使わないとなと思って、木炭もいいと思うんだけど、やっぱ炎がね、やっぱ焚き火やるとどうしてもね、うん。競技だとやっぱ炎が大事ないのかなさ。あれ木炭だったら結局炒め物と焼くだけだもんな、網の上です。要するにバーベキューとかね、炭火焼きって限定ある。炎だったらさ、まあ、炊場だったら缶したり鍋したりさ、いろいろできるもんな。そうだよな。炭の上だったらさ、一応沸騰したやつをさ、保温程度置いとくことがいいけどさ、ね、炭の上だけで、ちょっと見たけど難しいもんね、あれ。炎なら幸せ。炎っていいな。うん。みんな言ってもね、この間なんだっけ？なる、あれ、言ってたもんな、この間。この間だっけ？ついこの間、月曜日の？あ、こんばんは。トビーさん、こんばんは。今夜はね、かまぼこと明太子のあえたやつ。で、コップ酒。ロックで。この間な、5時に夢中、あれ、YouTube で見てくださいあれ。あれ言ってたもんね、あの子、あの女の子。月曜日の女の子。みえちゃんだっけ、若林。あの子もさ、炎を見るといい、なんかいいって言ってたもんな。うん。やっぱ炎は安心するんだよね、みんなね。この間の5時の夢中でも若林の女の子が言ってたもんな。うん。あ、こんばんは。うまいよね。うん。これはね、100円足らずのあれ、かまぼこね。あれ1個に、たらこのふて、あれ。卵って大体1個さ、2つくっついてるね。卵巣みたいなこうやってさ、その半分1個分、それを適当に切って、こうやって適当に開いて。そうだよね、卵って普通さ、こういう感じでさ、2個くっついてる、房がさ、ね、こうなってる卵ってさ、その1個分ね、を適当に、うん。ロシア産って安いの売ってたからさ、近くのスーパーで、ね、この間。これね。わしはだこんなのが4つ入ってさ、普通よくあるんだ。房がくっついて、これ1個として4つぐらい入って300円台だったんだ。よかったな、あれお得だった、あれ。ロシア産って書いてね。やっぱ外国も安いよ、ほんと。何度も言うけどな。うん。底辺だからさ。底辺なんで。みんな外国さん、鶏肉はさ、タイとかブラジル産だしさ、ね。
ヒラメの縁側もさ、アメリカ産だったりね。ほんとアメリカ産は安いよね、あそこのスーパー。1パック結構な量入ってさ、ヒラメの縁側がさ、あれも300円ぐらいだもんね、あれ。ヒラメの縁側。たぶんね、外国のヒラメでかいからね、タカさんも言ってたようにさ、外国のヒラメですごい巨大な、人間ぐらいある、マグロとかすごいでかい巨大なヒラメあるから、ああいうやつなんだろうね、きっとね。だから安いんだろうね、ああいうのね。ヒラメの縁側。だからさ、あれ100円、回転寿司なんかのそうでしょ、あれみんな。あれもアメリカ産だろうね、ああいった縁側がね、出てるのはね。国産のはやっぱヒラメちっちゃいからさ、ね、ああいうのって。どうしてもね、あんま取れないんだよね。お塩とわかんない。お塩、あ、そうだ、あんま、みんな安いよね。近海で安いのはやっぱカツオだろうね、カツオね。巨大ヒラメね。タカさんも前に発信したのにね。人間ぐらいあるヒラメとかね、あれね。だからああいうやつの縁側は当然いっぱい取れるので安いんだろうね、ああいうやつね。せやで国内のヒラメとかだったらさ、30センチとか50センチとかちょっと大でかくてもそんなもんだもんね。外国だったら巨大のがあるからさ、ね。巨大なヒラメね。だから安いんだろうね。外国産、アメリカの。これ近くのスーパーでよく売ってんだよね。ない時もあるから、ない時もあるけど結構あるんだよ。あそこ新鮮市場。アメリカ産縁側って書いてさ、ね、すごいもんね。1パックは結構な量入って、まあこの間食べたやつあれで300円ぐらいだもん、あれ。最近は結構読んでる、なんだろう、いろいろ読んでますよ。あ、そうだ、さっきじゃ、むさ、今度山登るから、今度の休みだったらね、今度土日休みだったら、登山行くから。これはね、まあ最初の方見れば分かる、あれ、トップバリューだ、トップバリュー。トップバリューの、あれ、やつ。まあ、いきなりはさ、セーフっていうのがあったの、前に、ダイエー系で。ダイエーの連結子会社のセーフ。でも、ダイエーも、あれ、破綻したでしょ？連結子会社が一緒に変わって、あれもそう、そう、それ、清風があったんで、あそこがグルメ市になって、今イオンになった、イオン100%になったから結構出るんだね、グルメシティってやつ。ね、清風もそうだね。清風、連結子会社って名前だけが女会社みたいなもんだからな、ね、連結子会社って。いい時はその子会社の儲けも、親会社も取るけども、親会社潰れたら一緒に潰れるのが連結子会社ね。だから、ダイエーも潰れたんで、政府も一緒に破綻したわけよね。それで、その全部一緒。連結、それは連結子会社ね。連結子会社、そういうもんね。マルエースは連結じゃなかったからね、あれは。一応ね、グループではあったからし、まあ、連結子会社ではなかったんで、まだ残ってるわけね、マルエツは。でも、清風は連結子会社だったから、ダイエーと一緒にね、なくなったわけ。よく分かるよね、そのぐらいね。グルメシティになってね、今、イオン系になって。あ、こんばんはね。だから今、本当あれは、ダイエーが破綻したおかげでさ、イオンが本当にいっぱいあるよね、イオン精神で。結構そうやる。セーフこの辺あったら結構ね、結構都市部にはさ、結構セーフっていう食品スーパーいっぱいあったからさ、それ全部あれイオン系になったからね。都市部、そういう都市部。いいかどうかわかんないけど、いいと、安いのはいいあれ。値段の割にはいいと思うよ。発泡酒もそうだもん、あれ。値上げにしてもまだ100円しないからね、350巻が発泡で。値段の割にはいいと思うよ。値段の割には。それはどうか、つまんなくはないと思うよ。
つまんなくはないと思う。でもあんまどうだろうな。買ってもそういうの買わないもん。あれそんな安くないじゃん。なんで僕イオン買わない。イオン系のそういうの何でもトップバリューと買わないから僕はさ。買うのはやっぱり決まってる大体。普通のそういったゾーンを使う普通のスーパーで安いのあるからさ、買わない僕はそういうの。普通のスーパー安いとこで買う。うん。ココス中村とかさ、普通の。都心は結構ちっちゃい。アンダーは結構スーパーが、食品スーパー。新鮮市場とかさ、ココス中村とかさ、結構いろいろあって。いろいろ使い分けてる僕。まあ、郊外の人は大変だろうけどさ、田舎とか郊外はさ、イオンしかないのかもしれない。都市部はね、結構ね、関係ない。イオンと関係ないとこいっぱいあるから結構。うん。赤旗堂も関係ないしね。あれ結構、うん、あとはココス中村もそうだし、あと新鮮市場とかさ、関係のあるから。うん。あと、施設系はまだイオン関係ないもんな。うん。そう、都市部だ。施設系スーパーもあるからね、施設系。うん。この辺は京成ストアとか東武ストアとかさ、あの辺は関係ないんだね。うん。うん。田舎の方はやっぱりね、何でもいいようでつまんないかもしれないね。うん。都心は結構いいわ、都心は。いろんな食品スーパーいっぱいある。まあ人が多い分、その分ね。いろんな、うん。八尾港、埼玉の方で八尾港とかあるしね。埼玉の方行って。今日はこれ飲んじゃうかな。あ、今日、やっぱ今日で終わりだ。このパックだけ考えない。こんなもんよくあるじゃん、かまぼこと明太子って定番的なもんじゃん。明太子とかまぼこってさ、大体魚の練り物とさ、よくあるでしょ。こういうの考えるまでもないよね。こんなもんさ、魚の練り物とかも明太子のあいもってよくあるでしょ。こんなもん考えるまでもない。あ、今日は飽きましたこれね。最後のまだ買わないじゃん、明日。はい、乾杯。あ、うめえな。器はいつものこれ、山崎のパン祭りのやつ。今なんだっけな、夏のパンフェスティバルでやってるよね。でもあれはさ、結局応募だからね。やんな僕。なんだかの、また女の子がやってるよね。山崎さん、夏のフェスティバルやってるけどさ、あれ応募だもんね。つまんない。こんばんは。今日はね、明太子とかまぼこの合い物。明太子とかまぼこ適当にね、とコップだけ。器はパン祭りの時だね。